今日食べたご飯サクッとアップするチャンネル、今日のファンチャンネル。今日は名古屋駅新幹線ホームのきしめん住吉の待望の冷やし、あれです、きしめん、そう冷やしきしめん言いましたよ。これ朝の早い時間はないんですよね、というところでお昼の時間に行ってまいりましたよ、やってまいりました。冷やしきしめん450円でございます。ちょっとだから麺がしっかりしてるのかなと思ったら、いやいや別にそんなことはなく、普通にいつも食べれるきしめんなんですけども、ただこう冷たいからやっぱりこう暑いとこの冷たいきしめんが美味しいですね。もう冷たいイコールもうそれがもうごちそうみたいな感じでございます。もうちょっとねもうベロベロって冷やしなのでベロベロってなって、なんていうんですかね、舌触りが柔らかい方が、好きは好きなんですけど、でもこれでも十分美味しいです。じゃあこれと、あったかいきしめとどっちが好きかと言われると、どうやろう。でもやっぱりあったかい方が僕はどっちかというと、まあ僅差ですけどね、これ夏の冷たいのはいいんですけど、でもやっぱりあったかいきしめんの方が出汁が効いて好きかなという気はいたしましたが、たまには冷やしきしめん美味しかったでございます。ありがとうございます。我らが、住吉さんでございます。大好きでございます。というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますので、いいねいただければありがたいです。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。